も、よろずや、みーちゃんでーす。今回はね、かぐらのみーちゃんである、カムイの供給曲を見ていきたいと思います。かぐらが重心化して、かなり難易度が下がったけど、まだまだ勝てないという声をよく聞くので、今回は、火と波を入れて、緑アイズクを使わずに攻略したいと思います。テクがいるだけで、得点の安定感が半端ないのよね。でも、インターネットでは、テク入りで勝ったら、チートだとか色々言われてるのよ。テクなしで、正統派の勝利を目指したいって気持ちもわかるわ。人間的には、どんなメンバーでも、勝てたらいいって思うけどなぁ。いろんなキャラ使って楽しむ、これがモンストの基本だと思うぜ。私もそう思うわ。テクのスマッシュでボスを飛ばすのも楽しいし、正統派で勝つのも気持ちいいし、ソロで勝つのは自分の力だと思えて快感だし、マルチならみんなと協力して得た勝利って感じがして楽しいわよね。要はあれだな、自分が良ければ全て OK ってやつだ。ゲームも人生も自己満足が大事よ。被害妄想ばっかや、つまんねえだろ。さすが銀ちゃん、いいこと言うわね。みんな楽しく、モンストやりましょうよ。ちなみに、私は最初、テクで勝ってもやもやが心に残ったので、正統派な勝利をしたいと思って、このメンバーでトライしました。うちもカグラが、やばい気が強くなったからな。1段階目の SS が8ターンで打てるから、やばくなる前に、SS 打っとくのがおすすめだぜ。まず、火と波と反響はあまり走れないので、魔導士の雑魚を倒すのを優先にしてね。でも、反射制限とプレズベルクを同時処理できるルートが見えているなら、トライしてみてね。そして、火が波と反響が、一回でも確実に逆転に当たるよう、意識しましょう。逆転が当たると毎回動くので、2回もヒットしたら、ラッキーって感じかな。そんな感じで、常に心に余裕を持って挑みましょう。ダメージオールは痛いので、反動の無敵 SS は、惜しみなく使って OK よ。1段階目の SS でも走れるし、雑魚の同時処理にも使えるから、反動はおすすめよ。ああ、ここの弱点は、上がなくて、右っぽいね。これは弱点に当たらなくて、失敗したパターンだわ。ラメオが痛くなくていいけども。反動の失敗は、カグラが取り戻すあるよ。やばくなる前に、SS 使わるよ。なんか今、ルカちゃん、カグラになりきってなかった?てか、カグラちゃん、強。貫通 SS だから、逆転移動にも対応しちゃうもんね。まるで、スリンガーラ初降臨後の、モーセみたいな立場になっちゃったね。カグラのモノマネって、なんかしたくなるわよね。次のステージも、火が波と反動は、セオリー通り、同時処理がない雑魚処理を、優先で進めましょう。ある。あるある気になるあるよ。あ、映った。銀さんは、銀八先生モードで行くから、そこのところよろしく。よろしくある。うわ、反動。挟まれなくてカッコ悪いある。このステージは、イレバンが多いし、判定もまだつかめてなくて、難しいあるよ。スピードアップ雑魚が出てきたら、最初に釣れる箱、釣れない派に分かれるけど、俺は釣れない派だぜ。マリアがあるから、まずはマリアを破壊して、その後にスピードアップを狙っていくぜ。でもまあ、逆転を狙う角度だと。スピードアップ雑魚にずれないこともしばしばあるけどな。臨機応変が大事だな。まあ、これまた見事な入れ番ね。マリアの判定は、変じゃないのかしら。縦に動いてるのに、マリアに触れて横に動き出したわ。この入れ番に何度も泣かされたわ。なかなか勝てない人は、打ち方を変えてみたらいいかもあるね。いつもと違う加減に打ったら、打開策が見えるかもしれないあるよ。おお、これはなかなか、いい削り方してるな。マリアがないターンで、いかに削るかが、大事だな。いざなみ、
か、いい曲だから、ハートがよく出てくれるわね。このターンのカグラちゃんも、バリアがあるけど、綺麗に動いてくれたわ。よし。カグラスタートで、6点に突入できるな。この一手は大きいぞ。もう手遅れさ。お前の知ってる兄貴なんて、もうどこにもいない。まずは、ヤコの道義が置くからね。あ、残念。ペアが違うわ。一手目でワンペアの処理ができたら、楽なんだけどね。まあ仕方ないか。二手目でワンペア倒したんところがね。おう、半分がやってくれたね。うまい人なら、どのキャラでもちゃんと処理するんだろうな。私の場合は、グラっても勝てるという参考動画ってことで。これは、いい位置にいたわね。狙って処理できると、すっきりするわ。ターン数に余裕があると、カムイへの攻撃にも余裕があっていいわよね。リガナミと、ハンボンも、バリア破壊と、リードアップザコに触れることを意識しつつ、カムイ兄さんの弱点を狙っていきましょう。ちゃんと弱点に当たると、結構削ってくれるわね。神はもう、言うことなしだな。いい手振りをしてくれるわ。予想より時間がかかってるからSS を使うか悩み中ね。もう少し様子を見てみますか。うわぁ、全然削れてないわ。次のカグラは、SS で行きましょう。うわぁ、これはひどい。打ち方もひどいけど、イレマンもまたひどい。なかったことターンにしよう。カムイがブルブルしてて、危険すぎる。カズラ先生の SS、出番ですよ。はい、バカアミキが撤退しましたよ。カズラちゃん、強いなぁ。これはちょっと、角度が急だったわね。縦で入れたら、ついたい道具処理できたのに。ウイトラにカグラの SS を使うのは、正解なんだけど、ここ、角度を間違えてます。弱点が移動するから、引き型に弾いた方が良かったんですね。本当ならがここ一杯の覚悟なんだけど、ラッキーなことに、入力バリアに触れて、もう一走り行ってくれてます。これで、ウイトラの処理に成功したんですね。ここからまた、ラッキーが続きますよ。奇跡が起きるから、とりあえず見てみましょう。
こそりまではいいとして、カムイが削れなくてやばいです。それでも突破できちゃう、奇跡でいっぱいのステージですよ。ダメだ、負けたわ、って思った瞬間の出来事。まさかの、ビーゴアップが込み上がって、さらにもう一走り行ってくれたカグラさん。これはなかなかラッキーだったな。ちょっとここから、大人の事情により、音楽を消してます。いざ波の SS で、雑魚処理をしたいんだけど、これがまた失敗しました。失敗ばっかでよく勝てたなぁと、今更ながらに思うわ。せめて、下の魔導士、2体くらいを処理したかったけど、倒せたのは1体だけだわ。まあ、あれが、銀さん的には、いろいろ失敗しても、愛と勇気があれば、カムイにも勝てるという証拠になった動画ができて、大満足ですよ。まさか、銀玉コラボが2回も来るだなんて、びっくりしたわよね。上級曲も、期待を裏切らない難易度で、私的には大満足よ。ちょっとちょっと、また雑魚処理失敗してるわよ。魔導士倒さないとやばいわ。ラスゲだからこそ、気を引き締めなければ、カグラよ、行け。よし。さあ、あとはカムイ兄ちゃんを、ボス狩りだー。一段階でも弱点に当たるとこんなに削るのね。最初から弱点の位置を調べて挑んだら、もっと楽勝だったかも。うわ、全然弱点に当たらないわ。これぞ、ミリ残しってやつね。カグラでおられるのは、ドラマティックでよかったねー。妹が兄を打ち負かす瞬間、泣けるねー。このクエストは難しいけど、諦めなければ勝てると思うぜ。少しでも楽にしたいなら、紋章つけたり、アンテナ立てたりするのもありだぜ。
でも一番大切なのは、諦めない心さ。楽しくモンスト。これが基本さ。いいこと言うわね。ではこの辺で、またな。